ヤセノバツヤセノバツヤセノバツは、クロアチア、スラボニア地方の町、及び、それを中心とした、基礎自治体であり、シサクモスラビナ軍に属する。ウナ川とサバ川の合流地点にある。自治体の人口は2001年時点で2391人であり、うち91%は、クロアチア人、5.90%が、セルビア人である。 クロアチア紛争前の1991年には、住民構成は大きく異なっており、総人口は3599人、うちクロアチア人は67.21%であり 25.、25.31%はセルビア人であった。町の名前はクロアチア語で、トネリコ、あるいはトネリコの森を意味しており、この地域に多く見られる。痩せの罰は、 第二次世界大戦中に、ファシスト組織ウスタ社によって設置された、絶滅収容所、痩せの罰強制収容所によってその名を知られている。痩せの罰強制収容所での犠牲者数には、諸説あり、多いものでは170万人とするものから、より信頼できる出典による150万人から100万人程度と、するものまである。犠牲者の多くは、セルビア人であり、 この他に、反体制派やユダヤ人、ロマなどが多数殺害されている。クロアチア紛争初期の1991年、セルビア人勢力はこの町とボスニアヘルツェゴビナとを結ぶサバ川に架かる橋を破壊した。2005年に、クロアチア政府と欧州委員会の出資によって、新しい橋が架けられた。ありがとうございます。